こんにちは。誰パイ。誰でも Python チャレンジです。はい、えー。今回も楽しくゲーム作りかな。フォイアートを作っていきましょう。はい。前回何やったかというと、そうですね。えー、昔49四十九回で作った跳ね返るボールを、今度は p y シンプルグ e で作ってみようということですね。細かに言って、えー、こうボールがとん箱の中を飛んでいて壁で跳ね返る。 そして、その後、ボールクリックで色を変える。2番までやりましたので、今日は3番をやりたいと思います。どんなことをやったかっていうと、これですね。えー、49か50かっていうのは、こんな感じでした。えっ、ー、と、昨日やったところまで確認しましょうかね。はい。えっ、ー、と、ソースを開くと、えー、こんな感じです。すごく短いですよね。えー、ベースカラーを決めます。サイズが 400×400 400、えー。左下の座標が0と400。右上の座標が 0と、えー、400と0。あ、あとこれね、えっ、ー、と、結構、このパッドイコール0を入れると、えー、周りが狭くなっていいと思います。ちょっと後で効果を見てみましょう。それから、レイアウトが GG だけ、えー。ウィンドウを作って、この、このホワイルトゥルー、ウィンリー、リードの前に、これを実行するためには、ファイナライズイコールトゥルーが必要だということでしたね。で、初期の位置は中央。 えー、それから初期の速度は例えば仮に10と8半径は40というふうに決めて1、えー、と半径と赤い玉というのを作ります。それでその後そいつは5 0ンドつまり1秒間に10回ずつ、えー、これをぐるぐる回りながら、えーとですねえー、もし1が、えー、内側で壁にぶつかったらば。 そうですね1ボールが壁にぶつかったらば、えー x 方向 x、両脇の壁にぶつかったら x 方向の速度が反転する上下の壁にぶつかったらば y 方向の速度が反転するそして次の位置は、えー、前の B1 にそれぞれ v x v y を足したものになるそこに、えー、ムーブフィギュアの B の VxBy を書くと いうような感じでした。はい、実行してみましょうか。えー、別にシンプルだと思います。ですね、こんな感じで。えー、でそうそう、あとで自分で確かめてください。このパッドイコール0をすると、この脇の、えー、隙間が小さくなる。0にはならないようですけど、ということが分かりましたので、一応足しときました。はい、この SG グラフの中に足してください。さて、えーっと、もう一回復習しますね。そうですね、キャンバスを用意する。 ボールを中心にドローサークルで書く、そしてボール移動はタイムアウトを指定した後、ムーブフィギュアで速度を与え、まあ、リロケートフィギュアでできることも確かめましたね。ここ、こっち側にしても同じになります。その場合は、えー、位置の指定点が、えー、左上になりますので、BX-R、BY-R とする必要がありますという話をしました。それから、壁に跳ね返るボールはこういうふうにやったということですね。 えー、クリックして色が変わるを作ってみよう。うん。これやってみまくできましたかはい。まあ今日、えー、っと、そうですねこ。今日この後それをやりますので、えー、ちょっと先に進みたいと思います。さ今日今日はこれですね。ボールをクリックしたら色を変える。えー、ピクセルの場合にはこれで、えー、マウスが押されたことを検知して、それからこれで押された座標を検知して、距離と、えー、半径を比べる。 えー、そして、ボールカラーを変えるというふうにやりました。さあ、今日はどうやりましょうか、えー、ここ終わりましたね。ここまで終わりました。はい今日ここです。えー、まず、クリック位置の確認。このためには、えー、思い出してください。そうですね。えー、106カでやりましたね。ちょっとそれを開いてみましょうか。えー、106カのソース。えー、106カってのは何だったかっていうと、絵文字をあちこちに。 えー、表現するやつですね、えー。どんな感じかっていうと、はい、じゃあラ、ランしてみましょう。そうですね。クリックした場所に絵文字を出すという話。それから、まあ、ついでにサークルを出してもいいという話をしましたね。ですので、このソースでクリック位置を発見するというのが、えー、分かることがわかります。これですね。つまり、イベントが G。 そのためには、えー、ここですね。グラフにエネイブルイベントと、それからキーを、まあキーはどうでもいいんですけど、セットして、そして、えー、そこの V の0のところに XY が入るということでした。はい、これをやってみましょう。まずクリック位置を、これを見ながら真似してみます。どうしようかな。えー、っと、こういうですね。えー、まず、このグラフのところ。 パッドイコールゼロの後にしま、前にしましょうか。どっちでもいいんですよ。エネイブル。あ、そのままコピーしましょうか。はい。えー、エネイブルイベンツ。キーはまあなくてもいいので、ちょっと後にしましょう。はい。ここでエネイブルイベンツをオンにします。そして、これで、えー、じゃあ、ボッチした時に何が起きるか見てみましょう。はい。えー、ちょっと、 これで走らせて何が起きるか見てみましょう。はい。ここでクリックすると、あ、何も起きない。なぜかっていうと、ここでプリント文がないかですね。ここにプリント文しましょうか。えー、プリント、そうですね。だから、if イ,イベントがあったらば、プリントの e と v。うん、まあ、ちょっとやってみましょうか。これどうなるか。これどうなるかっていうとですね。 やってみるとわかるんですけど、なんとこれがうるさくてちょっと大変ですね。はい。終わります。つまりタイムアウト、この0.05秒に一度ずつのやつが入っちゃってて、えー、よくわからない。でも、時々出てますね。だので、ちょっとこれは、えー、ここに、ife のところに、魚番号つけた方がいいですか。えー、e のところに IF、e、ife&e、 そうですね。えー、そうですねこ,こうしちゃえばいいんですね。not e in, not, not、uh, time out という文字列が e に入ってなければプリントアウトする、はい。これでいいと思います。ちょっと行ってみましょう。こうやれば大丈夫ですね。ククリッ 怒られました。えー、なぜかっていうと、これはインテジャーだからですね。そうですね。えー、ちょっとこれ念のために、えー、in, e, ここは strue の e にしときましょう。えー、なぜかっていうとですね、e はこれ、ここにキーを入れなかったので、数字の0が来ちゃってるんですね。後でわかると思います。だから、文字列と数字を比べようと思うと、ちょっと怒られるということになります。走らせます。はい。で、これでクリック。 いいですね。クリックしたら、クリック1の x 座標、y 座標が入っているのがわかります。0で、それから0の v、バリューとしてクック1が入るんですね。ここら辺が00に近い。ということになりますので、これを誓って、えー、xy を取りに行きます。えー、よって、この後にしましょうか。はい、えー、if、e、ま、e コール l 0。うん、どっち、どうしましょうかね。 これやっぱり、キーつけましょうか。ね。じゃあ、十九、まあ、まあ、正しく、イコール g にしましょう。ね。そうすると、こういうふうになりますね。イコール g で、まあ、x, y、クリック x, y は、まあす、すすごく、まあいいや。クリック、クリック x, クリック y イコールえー、g の、えー、っと、あ、じゃあ g のじゃない、v の、 G ですね、えー。大文字 G。はい、これでいいと思います。ちょっと、ちょっと確かめてみましょう。本当だよね。変えたから。えー、これクリック。はい、いいですね。G の、えー、タブルが入っていることになります。ですので、あとは、これで、えー、距離が分かりましたので、えー、ボールが内部かの判定ですね。これは昔やったことありますね。えー、どうしましょうか。 まあ、これはできると思います。なので、if,、えー、cx, まあ、あのー、まあ発端距離でもいいんですが、まあ、ちゃんとやりましょうかね。cx-、中心位置は、えー、bx、えー、の事情。プラス、えー、クリック y- ボール y の事情。ですね。別にかけるかけるでもいいんですよ。これが、 えー、レイディアスの事情ですね、えー。半径は R の事情。これは R×R にしましょうか。ああ、まあ、これでいいですかね。はい。ならば、え見つかりました。はい。これでいいかと思います。じゃあ、ちょっとこれで、えー、クリックとって書いてみましょうか。クリックと。で、CX と CY。 まあちょっとこうやってみましょう。ちゃんと内部になったときだけ、あ、その代わりこれもいらないね。こっちの部分はいらないです。はい。やってみましょう。そうすると、はい、いいですね。ここら辺をクリックして何も起きません。ボールをクリックすると、いい、よいしょ。ボールクリックすると、いいですね。ボールをクリックすると、なんか事件が起きてるのがわかります。あとは、ボールがクリックされたときに、えー、色を変える。 ですが、ピクセル、どうも私の今まで知ってる範囲では、ピクセル、えー、では、えー、パイシンプルグイでは色だけ変えることはできないような,できな,いようなので、今動いている、えー、オブジェクト、ボールを消して、新たにボールを作ることになります。なので、えー、そこを書いておきましょう。えー、っと、参考になるのは107 10ですね。はい、107を見てみますと、 ここで、えー、鬼ごっこの時に、これですね。えー、グラフィック要素 d e l e t e トフィギュアの、えー、フィギュアの ID ということになりますので、これを真似します。えー、ので、見つかった時には、もうプリント分いらないですね。でも、まあ、いいか。えっ、ー、と、どうする,にするかっていうと、グラフィック要素 g g d e l e t e トフィギュアの、えー、今、 動いてるボールは B、ラージ B ですね。ラージ B を消してやると。はい。これで消えます。えー、そして、まあ、消えたところだけやりましょうか。消えますね。で、おしまいになっちゃいます。はい。OK。で、その後、新たにこれと同じことをやればいい。あこれと同じことをやればいいんですね。えー、新たに、また入れると。色。 変えますまあそれあとにしましょう。ええー、と同じ位置で同じ半径で、えー、あじゃあちょっとわかるようにえー、ブルーにしてみましょう。はいこれでまず替え玉が青玉に変わることがわかります。よいしょいいですね。2回目以降は何も持ってません。じゃあどうしましょうか。えー、っとあとはそうさっきやったえー、新規に描く色を変える のをどういう風にするかですね。まあ、いろいろなやり方ありますよね。えー、どっちにしましょうか。えー、いくつか色を用意しといて、えー、ランダムに使うとか、それからイタレーターで、えー、順番に持ってくる。まあ、イタレーターの方にしましょうかね。えー、とこら辺で色のイタレーターを用意します。とカラーのイタレーターイコール。えー、まあい、色のリストとしては、えー、例えば、 レッド。あ、レッドは使っちゃったね。んえー、あ、いいのか。一番最初はそれにすればいいですね。レッド、ブルー、ええー、ブラウン、オレンジ、グリーン。もっとやってもいいですよ。別に。いくらでもできます。パープル。あ、こんな感じ。で、これをイタレーターにするには、 えー、パッコをつ板のここをつけます。ちょっとここら辺で折り返しましょうか。で、かつ1個だけだと、1、2、3、4、5つやって終わっちゃうので、これを100倍ぐらいしておきます。適当にね。えー、これでいいかな。これでいいと思います。よし。それで、じゃあ、えー、ここはフィルカラーは、 ネクストの板にしますネクストのカラー入りはいこちらも同じですはいこれで順番に、えー、色が変わっていくはずですねはいいってみましょう あ青くなりました。オレンジ。よいしょ。よいしょ。グリーン。よいしょ。ブラウン、えー、パープル、赤に戻りました。ということですね。もちろん、ランダムに選んでもらっても構いません。ランダムドットチョイスで選んでいただいても構いません。これは順番に変わっていくれを簡単に示しました。はい。まあ、これで出来上がりですね。はい。えー、いいと思います。つまり、えー、いいですね。 消します。デリートフィギュアして、ここのソースよく見てくださいね。これ見つかっ、ぶつかったときにはデリートフィギュアして、新たに同じ B を、えー、という、えー、グローバルな変数でやるということになります。はい。よろしいでしょうかいいですね。はい。もうこれでおしまいですね。そんなに難しくない。だから、ここを B にしておくから、ここが同じもので使えるわけですね。はい。えー、まあ、ホームワークとしては、シンボルの位置などもランダムに。 えー、いろんなランダム性を入れると、もっと面白い。つまり、ここで消して別の場所に現れるというようにしてくださいということですね、えー。ここで消すと別の場所に青く現れる。半径なんかも変えてもいいかもしれません。まあそんな感じで、えー、ちょっと意外なもの、あるいは箱をでかくするとか、いろいろやってみて、えー、ください。はい。じゃあ今日はここまでにします。えー、次にはですね、もっとこのボールを、えー、たくさん扱えるように、プラス化して、えー、たくさん扱えるという。 話をしていきたいと思っています。はい、ではまた見てください。終わります。さようなら。